どうも菅大地です。本日はインドアゴルフクラブ文京店にお邪魔しております。視聴者の方からいただきましたワンポイントアドバイスお答えしていきたいと思います。視聴者の方からいただきましたワンポイントアドバイス、ちょっとおかしなこと言ってますけど、質問にお答えしていきたいと思います。今回はですね、フェード、ドロー、フック、スライスの、打ち分け方について、簡単に解説をしますが、コースの中でそれを打ち分けて使おうねというよりかは、ご自身のスイング矯正にもお役立てくださいということですね。それを打ち分けないといけないんですよというよりかは、スライスの方はフックになるための練習、フックの方はスライスになるための練習をすることで、自分のスイングがバランスよく、どちらにも曲がりづらいショットになってきますということなので、ぜひ皆さんの練習の中に少し取り入れてみてほしい練習方法を解説していきます。ドロー、フックの要素からです。動きを一生懸命変えるというよりかは、まずは構え方の考え方ですので、フック、ドロー系の動きは通常のセットアップからまずクラブを左にこう倒していきます。このように、いわゆるハンドファーストという形ですね。その際にフェースアングルはわずかにこう開くような動きにしてあげていいです。フェースはオープンです。そしてグリップ、左手のグリップは少しストロング、左手がちょっと内側に入ってくるようなストロンググリップですね。親指の位置がだいぶグリップの右側に来るような感覚です。フェースはオープン、ハンドファースト、フックグリップ、この組み合わせで構えていただくと、おそらくアウトサイドには上げづらくなるはずです。腕の形、構え方からして、このまま、肩の動きと一緒にですね、クラブヘッドは少し低いところから背中側にこうインサイドに上げていくようなイメージで OK です。フックグリップ、ハンドファースト、フェースオープンです。この組み合わせで打ってあげると、ボールはこう右に飛び出していって左に戻ってくるということですし、フックの動きはですね、若干横からもしくは下から煽るような動きをすればするほどフックは出やすいです。なので最初はティーアップした状況で打つことがおすすめかなと思います。5ミリから1センチくらい浮かせた状態で今のセットアップを作っていただいて、ハンドファースト、ストロンググリップってやつですね、フックグリップで、フェースオープン、テイクバックの位置確認して体の回転止めずに一緒に回っていきます。結構左曲がります。クラブの番手ですが、ロフトがですね、8番とか7番とかある程度ロフトがある方がフックは出やすいですね。9番ピッチングもそうなんですけど、逆にアプローチウェッジとかロフトが増えすぎるとこう曲げるのって難しくなりますから、フックを打つ、ドローを打つ練習は8番とか9番くらいがおすすめかなと思います。逆にロフトが立ってくるとですね、フックってちょっと難しくなりますので、ティーアップでうまく打ててきた方は下に置いてみてやってみてほしいんですが、この練習がおすすめの方は、要するにアウトサイドインとかスライスで悩んでしまっている方はこの要素を少し入れてみてくださいということですね。右手でクラブを持って左にクラブを倒した際にフェースがちょっと開く感じです。ストロンググリップにして右手をしっかり横からつけていきましょう。テイクバックの位置確認して自然にこうフェースが変えろうとする動き、インサイドから来る動きで、ドローフックが出やすいので、普段ちょっと外から入ってしまうフェースがこう開いてスライスになっちゃう方は、構え自体は開いてるんですけど、そこでストロンググリップで握ることによってシャフトのしなりの動きとこう相まってですね、フェースもこう変えやすい動きになってきますので。一方でフェードスライスの要素の動きになります。今と真逆です。通常のセットアップから少しクラブを右側に、グリップエンドを右側に向けて、おへその右側くらいですね。でフェースはちょっとクローズになります。でここで左手グリップはいわゆるウィークグリップ、親指の位置がグリップのセンターよりもちょっと左側に来るような感じです。こんな感じです。でクラブは少し内側よりも外側に上げやすくなるはずなので、アウトイン軌道になりつつ、しっかりこう左側に振りつつ、フェースをね、こう返りづらい形を今手のグリップとしては作ってますので、ここから左にこう振っていくイメージです。その際にドローもフェードも
ちょっとスタンスの向きは若干ドローフックの場合はクローズ、スライスフェードの場合はちょっとオープンというふうにアドレスも工夫していただいても構いませんので、ちょっと右に倒してウィークグリップ、フェースはややクローズです。こんな感じのちょっと緩やかに右に曲がってくるようになれば正解かなと思います。あのフェードとかスライスの動きを練習するときはロフトが立っている方が、右にこう曲がっていく球が出やすいので、そこの判断基準としては5番アイアンとかユーティリティとか、まあ、フェアウェイウッドとかね、ロフトの立った、これはまあ3番ウッドになりますが、その辺を使ってもいいかなと思います。ちょっとグリップ右に向けてウィークグリップ、フェースクローズ、気持ち左に向いてセットアップしていいので、手の上げ方が全然グリップによって変わってきます。このように、まあ、右に曲がる度合いがロフトが立っている方が大きくなりますので、最初のまあ矯正の練習としてはフェードスライスの練習を取り入れる際はロフトが立ったクラブを使っていただいて、ドローフックの練習をするよという方は8番アイアンとか9番アイアンくらいの、まあ、40度前後のですねロフトがある番手がおすすめになってます。ということで今回はドローとフェード、まあ、スライスフックのですね、まあ、内訳の打ち方構え方の紹介なんですが、ぜひご自身のお悩みに合わせてスライスの方はフックの要素を少し取り入れてみる、フックが止まらないよっていう方はスライスの要素を取り入れてみるというふうに、まっすぐ打とうっていう練習の前にですねこの練習をしていただいて、ご自身の、ちょっとこうバランスをね調節するという練習方法にもなりますので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。